ニコチンを補給しなきゃ。この部屋寒すぎてまともにニコチン補給できない。はい、皆さんおはようございます。かはわからんけどこんばんはでもない、こんにちはかな。はい、ヤニカソータクのまこさんです。はい、ですね、今日はね、もう気がつけば12月30日です。あら、なんとね、ね、私が YouTube で投稿始めてからね、約半年が経ちましたね。いやー、早いですね。はい、というわけで、年末になったのでね、今日はちょっと重大発表をしていこうと思います。はい、でその重大発表の内容は、私はね、これから改名することにいたします。改名といってもですね、今までね、まあ、チンポマコというのがフルネームで、呼び方は、まあ、愛称はマコということでやってきましたけれども、その愛称の方は変えないようにフルネームの方を変えようと思っています。はい、じゃあ新しい名前の方発表していきましょうね。はい、じゃあこちらにカキカキしますね。何が出るかな、何が出るかなって間違えちゃったよ。歌って書き、歌いながら書くと間違えるんだよね。ああ、間違えてなかった。全然間違えてなかった。はい、書きますよ。はい、では発表いたしましょう。じゃん、はい、新しい名前はマコリテです。はい、拍手。下にまあローマ字で書いてますけど、こちらの名前はですね、あ、こうやってやりながらヤニ吸った方がいいか。ですね、まあマコっていう略称は変えないように、マコなんとかかなんとかマコか、略してマコになるかで考えました。で、マコリテのリテっていうのは、あのハイライトから取ってますね。私が普段吸ってるね、こちらのハイライト、の、 あのハイライト、まあちゃんと読んだらハイライトですけど、あの普通にローマ字読みすると、あのヒリテになるんですね。でヒリテっていう名前の人は検索したりいたんですね。はい、で、まあ、こうヒリテってそのままつけるのもまたおかしいので、あのヒを略して、まあ、呼びやすいように4文字でそのまま合わせてマコリテにしました。それとひらがなにしたのはやっぱり親しみやすくね、こうワンコみたいな感じでね、ワンコにないないじゃーんみたいな感じで呼びじゃないですか、皆さんね、ないないぐーんとか言ってポチーとか言ってそうやってね、そういう風に呼びやすい名前にしようと思ってマコリテにしました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ですで、ね、こちらのね、改名に至った経緯をお話しましょう、今からね。はい、私がもともと、チンポマコという名前にしたのは、まあ単純に言えばね、ツイッターのアカウント名が、まあ昔からそれだったので、あのそのままにしようっていうのがまず最初で、そのチンポマコっていう名前の意味由来はですね、まあそれはあのアイエンクラブさんに取材してもらった動画の時に結構詳しく話してるんですけれども、あのチンポのチンはウンチンのチンで、歩くっていうのは歩くのが好きだから、で、あのマンコと書いてマコと読むのは、あのまあそこはね、ちょっとソフトにね、あのチンポマンコだったら完全にもう下ネタになっちゃうので、簡潔にマコというふうにね読んでたわけです。で昔ちょっとマコっていう活動名を何回か使ってたことがあるので、それでまあマコって呼ぶようにしましたね。
で、まあどうしてチンポマコなのかというと、まあそれはアイエンクラブさんの動画を見てください。はい、それでですね、こちらの名前を使っていますとね、一個問題がありましてね、皆さんにね、下ネタの、下ネタ系のね、YouTuber だと思われちゃってるんですよね。それがね、一回、私の、視聴者の方からね、苦情がありましてね、一件ね、その視聴者の方がね、他の女性のね、YouTuber に、私のことを紹介してるのは、どうせ下ネタなんでしょって言われたっていう、言われたから悲しいってね、言ってたね、そういう苦情がありましてね。でそこで私は考えたんですよ。パッと名前だけ見てその読み方だけ教えたら下ネタの YouTuber だと勘違いする人が多くなって、特にね女性の方とかちょっと親しみにくいんじゃないかなっていうのを思ったんですよね。あとはこう下ネタが好きな方がねこうお集まりいただいてもですね、私は全然下ネタのようなね投稿全然してませんのでね、多分がっかりしちゃうと思うんですね。せっかく登録しても解除というこんな風にね多分なっちゃうと思います。でやっぱりねこう漢字ごっついし、こう人にさこういう名前なんだって教えるときにやっぱりね言いにくいんですよ。この字でね、とかっていうのを教えるのは結構大変でね。あと、改名した方がいいっていう声がね、なかなかに多かったんですよ。で、私も心の中で思ってたんですよ。もうちょっとね、なんか適当にね、こんなにね、YouTube 続ける気なかったんですけどね、気がついたら続いててね、もうちょっとマシな名前に、したいなと思ってて。で、今回登録者ね、ありがたいことに400人いきました。ね、はい、もう1000人とか言ってしまうとね、解明するとね、ちょっとね、1000人で解明すると、あれってなっちゃうので、今のうちにね、はい、このタイミングで解明しておこうと思いました。はい。はい。でね、いろんなの考えましたよ。何だったかな、まこじろうとか、まこさぶろうとか、まこへいとか、まこのすけとかね、まこのじょうとかね、いろいろ考えましたけどね、まこたとかね、なんかね、ちょっとね、犬っぽい名前がね、ちょっと、なんていうのか、昔のお侍さんみたいな、お侍さんというか昔の人の男の人みたいな名前でね、いろいろ考えてたんですけど、まあどれもしっくりこなくて、特にね、親しみやすいってだけでね、意味が特にないので、良くないかなと思いまして、単純にね、私の蒸気図、タバコをもじって、で、こういう名前にいたしました。はい。で、今後は、この、YouTube もそうですけど、Twitter の方も表示名変えていこうと思います。しばらくは、マコリテって書いて、で、もっとチンポバコっていう風に書きますけど、だいぶ浸透してきたら、その元っていうのはなくしてこのままにしますね。で、このマコリテっていうのを、リテっていうのは、L は、まあ、ハイライトと一緒なので、R じゃなくて L の方でね。はい。Twitter の方もじきにね、これにしていこうと思います。はい。で、まあ、普通に、普段はね、このままマコさんで呼んでくれていいですよね。略してね、マコさんで。はい。今後もよろしくお願いいたします。はい。いやー、なんかさ、先日 D51 さんに、動画をね、撮っていただいて、私も彼の動画をね、撮りましたけどね、その時に、解明しますということを先に言っちゃいましたね。あちらの動画を見てくださった方はね、先に、なんか解明するんだっていうの、分かったと思うんですけどね、はい。重大発表するするっつってね、今急いでね。でも夜中の、今何ですか、3時か4時ぐらいですけどね。緊急で回して撮っております。さすがに年末までにしようと思ってね。はい。というわけで、ヤニ補給1本終わりましたので、この辺でおしまいにしましょう。じゃあまたね、動画あげますのでね。はい。よろしくお願いします。それでは、良いお年を。